の J リーグ1994年の J リーグはリーグ戦が3月12日に開幕11月19日に日程を終了し11月26日12月2日にチャンピオンシップを行ったリーグの優勝クラブはサントリーシリーズがサンフレッチェ広島ニコスシリーズがベルディ川崎でチャンピオンシップにより決定された年間総合優勝はベルディ川崎 1994年シーズンの J リーグのクラブは以下の通り、前年に導入された巡回員制度に基づき、ジャパンフットボールリーグからベルマーレ・ヒラツカとジュビロ・イワタが新たに正会員としてリーグに加わったため、全部で12クラブとなった。基本的に前年のレギュレーションを踏襲している。リーグは2ステージ制で行われ、12クラブが各、 ステージごとにホームアウェイ2回戦、各22試合にステージイコール44試合を戦った。試合はリーグ戦前試合を完全決着方式で開催し、前後半90分で決着がつかない場合、前後半15分ずつの V ゴール方式による延長戦を行い、それでも決着がつかない場合は PK 戦を行う。九十分勝利、V ゴール勝利、PK 戦勝利に、 優劣は与えず、純粋に勝利数のみで順位が決定する。各ステージの1位同士が2回先制の J リーグチャンピオンシップを戦い、勝者が年間優勝、敗者が年間2位となる。なお、年間順位の3位以下は、チャンピオンシップに出場しなかった10クラブの間で、年間勝利数得失点差総得点の順で定めた。それぞれのステージ並びに、 チャンピオンシップは冠無リスポンサー大会とされ、第1ステージをサントリーシリーズ、第2ステージを日本審判、ニコシシリーズと、それぞれ称して行った。また、チャンピオンシップについてもサントリーが冠無リスポンサーとなり、サントリーチャンピオンシップの名称で開催された。前年より2ヶ月早い3月12日開幕になったことで、前年の過密スケジュールが若干緩和された。 土曜日の開催に特化し、水曜日の開催は極力減らすように日程が組まれた。サントリーシリーズは6月15日まで行われ、その後、FIFA フフワールドカップアメリカ大会のための2ヶ月中断を挟んで、ニコシシリーズは8月10日から11月19日の間で行われた。サントリーチャンピオンシップは11月26日、12月2日に開催された。 サントリーシリーズは3年目を迎えた、スチュワート・バクスターの戦術が浸透した広島が、開幕6連勝を飾るなど勢いに乗る。しかし、第7節の V 川崎戦に0の5で大敗し、清水に首位を明け渡す。清水は、第9節の広島との直接対決でも3から1と、解消し、第4節からの連勝を9まで伸ばす。ところが、第13節の鹿島戦に、 PK 戦で敗れると、そこから4連敗と失速し、再び広島が首位となる。そして、天皇山となった第19節の清水 VS 広島戦では2の1で広島が勝利し、優勝に前進。広島は第21節の岩田戦の勝利で、初優勝を果たす。ニコスステージでは、前年王者の V 川崎と、サントリーシリーズでは回に低迷した平塚との、 優勝争いとなったが、自力を発揮した V 川崎が2年連続で制した。ニコスステージにおいて、浦和と清水は、本来の本拠地が、改修工事のため使えなかったため、それぞれ、埼玉県大宮サッカー場、静岡県草薙総合運動場陸上競技場を、暫定本拠地とした。また、広島は登録上の本拠地は、広島スタジアムのままながら、 ホームゲームの過半数を広島ビッグアーチで開催し、事実上本拠を移転した。上位2チームの順位は J リーグチャンピオンシップの結果により確定する。J リーグチャンピオンシップについてはサントリーが冠スポンサーとなり、サントリーチャンピオンシップの名称で開催された。サンフレッチェ広島 V ベルディ川崎ベルディ川崎 V サンフレッチェ広島合計スコアが2から0となり、ベルディ川崎が 年間王者に決定、ありがとうございます。